演技の賞をもらうなんて生まれて初めてだよ。すごく光栄だけど、受賞理由を知りたいな。それは君のおかげだよ。君と一緒にいるといつもカメラの存在を忘れられる。うん、それは一目でわかった。監督に君を抱き上げてって言われた時、手のひらが緊張で汗ばんでいたしね。そう？じゃあ次は誰もいない時に。わかった。まずは僕に新郎役を与えてくれたプロデューサーさんに心からの感謝を捧げます。次に僕の花嫁を演じてくれた彼女に改めて感謝を。最後に、それでは匿名でドレスを寄贈してくださった方、彼女の普段とは違う一面を見せていただけたことに感謝します。これで合格かな。受賞のスピーチが終わったんだから、何かお祝いをくれるんだよね。それだけでは誠意がないんじゃないかな。そうだな。次にウェディングドレスを着るときは、僕一人だけに見せてほしい。それから、あの言葉をもう一度聞かせてくれる？